はい、皆さん、こんにちは。レクセン人講師、森剛です。よろしくお願いいたします。はい、本日はですね、来年度実施する私の入門講座の、ガイダンスをやらせていただきます。で、まずは私の自己紹介と、私の、ガイダンスというか、講座の特徴ですね。それから、ちょっと、例題みたいなものを今日解くっていうような、そういった回にしたいと思っているんですけども、で、私の自己紹介させていただきます。私の自己紹介はね、パンフレットのどこかに載ってたはずなんですけども、こちらのパンフレットのですね、ここですね。44ページですかね。あ、今、持ってらっしゃいました。はい。44ページ見ていただくと。はい。ここに、私の写真を載っけていただいてて、で、一応、自分のプロフィールもここに、書いております。皆さんにね、読んでいただくために作ったプロフィールではあるので、ちょっと、自分で読み上げるのやや恥ずかしいんですけども、ガイダンスということで、自分でも読み上げさせていただきます。早稲田大学法学部卒業弁護士、大学中は放送を目指していなかったものの、早稲田大学法学部を首席で卒業、また大学中に独学で TOEIC テスト925点、気象予報士試験合格など、多数の資格を取得。こうした経験から試験で点数を取るコツを体得。もともと人に教えることが好きということもあり、卒業後は学習塾で勤務。わかりやすく引きのある授業が好評を博す。その後、日本最難関クラスの資格試験に挑戦してみたいとの思いから、予備試験、司法試験に受験して合格。勉強の中での徹底した過去問分析により、効率的な勉強法を確立する。弁護士として実務で数百もの案件を経験するも、やはり人に教えることが好きで、自分の勉強法をもっと伝えたいとの思いから、レックで講師を務めるに至ったということになります。私は、なので、法学部で勉強をしていて、ただ、法学部で勉強しているときに、自分自身は、司法試験というものを目指していなかったんですね。で、なので、普通にというか、一般企業、塾で、高校生とかにね、大学受験の勉強を教える学習塾に、就職しました。はい。で、そこで、いろいろと、人に教えるっていうことのノウハウとかもそこで勉強したわけですけども、その後、やっぱ自分でも、もう少し難しい試験も受けてみたいなということで、せっかく大学、法学部だったしっていうこともあったので、最初は独学で予備試験に挑戦したんですね。で、結論から言うと予備試験は、3度目の試験で私は合格しております。1回目は、1回目で担当は1回目で合格したんですけども、その後論文式は、2回不合格で3度目で合格したと。で、その時にすごく、その経験からですね、論文に合格するには、ただがむしゃらに勉強するだけではダメで、コツというものがいるんだなということに、気づくんですね。で、それに気づいてからは、すんなりその勉強もスムーズにいって、試験でも合格できるようになって、司法試験もその後すぐに合格できて、今に至るというようなことになっています。なので、私としては、そうやって自分で勉強して、で、最初は独学で勉強したんですけども、その後やっぱり、これコツがいるわって気づいた後に、いろんなやっぱり予備校の、講義を、受講しました。で、予備校として6種類の予備校の講義を私受講したんですよね。自分が勉強してるときに。6種類の講座ではなく、6種類の予備校です。だから、すごくたくさんの種類、たくさんの先生の講義を聞いて、その中から、この先生はこういうふうな点数の取り方を、考えてらっしゃるんだとか、いろんなものを吸収して、それで自分の中でそれを、解釈して、それを、私はまたこういう形で今、レックで教えてるという形になります。はい。で、じゃあ私が、なんでコツがいるかって思ったのかっていうところの、ちょっとした、体験談を話させていただくと、予備試験っていうのが、どういう試験かっていうのは、ご存知の方も多いと思うんですけども、これですね。はい。これは18ページですね。18ページになるんですけども、3段階ですね、予備試験はね。これ予備ルートですかね。はい。予備の担当があって、担当合格したら論文受けて、論文合格したら口述受けて、これでようやく予備合格なわけです。で、私としてはまず、司法試験、予備試験を受ける上で、まず担当目標っていうのを最初のゴールにしました。で、自分が変な話、突然受けようみたいなのを思ったから、そんなにがっつりと勉強期間を取れたわけじゃなくて、本当に半年前後くらいの期間で、この担当までっていう感じだったんですね。自分が最初受けたときに。それで、正直論文受かるわけがないので、もちろん初年度は、論文合格っていうのは目標ではありませんでした。
なのに受ける意味があるんですかと思われる方もいらっしゃると思うんですけども、これは私は受ける意味があると思ってて、なぜなら担当合格すれば論文に進めるんですよ。で、論文式試験っていうのは、もちろんその毎年やってるので、毎年何度でも受けれるわけですよね。そうするとね、一発合格したい方でも、その一発合格したいのが、例えば、まあ、例えばですけど、2025年とするじゃないですか。2025年に合格したいって、一発で合格するのはもちろん素晴らしいことなんだけども、でも、2024年も受けてもいいと思うんですよね。で、そうすると、まあ、一発合格じゃなくなっちゃうんですけど、何を言いたいかっていうと、つまり、2025年を本命とするんだったら、2024年に、練習として本番の論文の雰囲気を味わうっていうことが、これは私は結構大事なことだと思ってます。当日、こういう会場でやるんだ。だから、もし自宅から遠ければ、その近くのホテル借りて泊まる。で、そのホテルから朝起きて、その代わり交通機関使って、そのまで行くとかっていう、全部含めて私は本番だと思うんで、それにすごい近い経験を、前年度にできれば、翌年度の大きな財産になると思っています。これは、私、他の試験も、例えばさっき言った、TOEIC とか気象予報士の試験とか、いろんな試験受けてた中での実感ですね。TOEIC とかも、最初受けてる時って、なんか、いろいろと戸惑うんですけども、あ、ここで受付してこう行くんだみたいな、それも何回も受けてると慣れてくるんで、受験経験っていうのは単純に、大きなプラスアルファだと思っているので、だから私は、最初半年しか勉強聞かなくても、なんとか担当だけ受けようと思って、勉強したんですね。で、結果合格できました。で、一応今日お伝えしたいことの中で、まず担当と論文っていうのは、まあ、対策の仕方というか、戦術は全く違います。で、担当っていうのは、私の経験上、過去問さえひたすら解けば合格はできます。はい。独学でもできると私は思ってます。はい。まあ、予備校講師がこんなこと言っていいのかって話ですけど、担当の合格だけは独学でもできると思います。私は現にそうでした。ただ、論文はそうはいけませんね。で、私は一応担当合格して、まあ、その年の論文は当然合格できません。それは当然なんです。そもそもそういう計算じゃなかったから。でも、翌年は合格したいなと思ったんだけども、翌年合格できなくて、で、その時に、その翌年度合格できなかった自分の成績を見て、あ、これ私勉強方針変えなきゃいけないなって気づいた出来事があったんですけども、何かっていうと、まあ、論文式を受けることのもう一つの大きなメリットとして、自分の試験の結果返ってくるんですよね。不合格でも ABCDEF っていう各科目の、結果が来るんですよ。そうすると、あ、こういうことを書けば A が来るんだ、こういうことを書けば F が来るんだっていう、評価の基準がちょっとわかるんですけども、その時私は、民法の問題がすごく、わからなかったんですよ。ああ、これ知らない論点出ちゃった、まずいなって、人ないなって思って、なんかもう、ごまかしごまかし答案書いた記憶があるんですね。一方で、刑法の問題が、そう、あ、もう、これ、ほとんどわかるジャンル来たと思って、やったラッキーと思って、刑法はもう自信持って、書いたんですけども、なんと結果、民法が A、一番いい点数です。で、刑法が F、一番悪い点数だったんです。なんじゃこらって思いましたね。なんか間違いじゃないかと思ったんですけど、ほんとにそれぐらいびっくりしたんですけども、何が起きてるかっていうと、知識のあるなしと点数が取れる取れないっていうのは直結してないんだなっていうことが分かりました。で、その時に、あ、ってことは自分がこういうふうに書けば点数くるって考えているものと実際に採点で点数のつってる方法っていうのが、これ全く別なんじゃないかなってそこで気づいたわけです。うん。ってことは、ただがむしゃらに法律の知識だけ追っかけてても、どう書けばどう点数くるかを知らなければこの試験は解けないなと思ったんです。なので、それを知るための1年間でした。それをどうやってそれを分析したかはこれからご説明しますね。で、次に、私の講座の、まあ、そういうところの特徴として、こちらのパンフレットに書いてあるように、はい、私の講座では、まあ、一応ポイント4つっていうのを掲げていて、まあ、一つ、まあ、理屈具体例を用いた基礎からの徹底解説であったりとか、二つ、法学部定期試験レベルから論文の書き方を伝授っていうところ。で、三つ、大学の成績アップにもつながる実践的な点数の取り方を徹底指導。四つ、少人数制生講義だから、講師と受講生の距離が近い。まあ、この四つをポイントに挙げているんですけども、まあ、一つ目は、まあ、ある程度当たり前の話で、結局、法律っていうのは、非常に分かりにくい概念なので、まあ、それは独学では非常に書いていることが分かりにくいはずなので、まあ、それは分かりやすく教えるというのは当然のことなんですけども、もう一つね、ポイントに、定期試験レベルから論文の書き方を伝授。
これはどういうことかっていうと、いきなり司法試験の問題を解くのって正直難しすぎるんですよ。だから、もうちょっと簡単な問題から解き方っていうのを学んだ方が、私は効率よく勉強できると思ってて、やっぱそれは皆さん普通に大学受験するまでそうやって勉強してきたはずなんですよ。小中学校で、小中高の学校で、定期テストっていうかね、学校の試験があったりとか、で、学校の試験の前にはもちろん教科書の例題があったりとかっていうふうに、簡単な問題をたくさん解いて、だんだん大学受験みたいな難しい問題にレベルアップしていくっていうものなんですけども、なかなか、論文問題って、いきなり司法試験本番レベルの問題とかを、解いたりするっていうことがやっぱ多いので、まあ、そうじゃなくて、大学、高校とかの定期試験と同じような、スタンスで、臨めるような問題を私が作って、そういうのを実際に入門レベルからちょっとずつ解いていこうよっていう発想ですね。そして3番目は、ここですね。さっき私が言った実践的な点数の取り方。これ何かというと、まあ、それは後で詳しく解説しますけども、まあ、採点基準。私、わかりやすく言うともう採点基準です。採点基準っていうのが分かってないと、点数取れないです、この試験は。で、じゃあ採点基準分かるんですか、公開してるんですかっていうと、採点基準は公開してません。なので、どうすればいいかっていうと、採点基準を、予想せざるを得ない。予想する方法は大きく2つあります。一つは、シンプルに法務省の、ホームページに載っている採点実感出題趣旨というものを読む。ここには、もう、こういうふうに書いてるってことは、こういう採点基準になってるんだなっていうことが分かるような、書いてあることが多いですので、それを読むと。でそれを読むと、ある程度、その問題にはこういう採点基準なんだなっていうことが分かるんだけども、この問題にこういう採点基準が付けられてるってことは、こういう問題だったらこうなってるだろうっていうふうに、どんどん抽象化していけば、司法試験の採点基準というのが見えてきます。で、もう一つは、シンプルに、いい点数を取れた答案を参考にする。まあ、私が勉強してるときは、市販の優秀答案を集めた本とかを買って、あ、こういう答案がこんだけこういい点数ついてるんだなっていうのを見ると、当然それは採点基準に沿った答案構成になっているわけですから、そういうのを参考にする。で、こうやって私は、まあ、じっくりと採点基準っていうのをとにかく研究して、で実際にもう予備試験、司法試験では、その自分の考える採点基準っていうのをイメージして論文を解くことで大幅に点数がアップして、両方とも危なげなく合格できたということになります。で、4つ目、まあ、これもね、とりあえず、この教室、今、ここの教室で来年もやる予定ですので、まあ、ここでこうやって講義して、終わった時に普通に、質問ある人は私がいるので、全然質問してきてくれていいです。今でも、質問しに来てくれる、生徒さんもいらっしゃいますし。うん。で、それはもう、まあ、講義聞いて分かんなかったこととか、講義の内容に限らず、なんていうのかな。他で勉強したここの問題分かりませんとか。勉強の方法とか、いろんな質問してきてくれます。で、まあ、あとは、まあ、これはもう、対象者だけになっちゃうと思いますけど、対象者っていうか、一部の人だけでしょうけども、予備試験を受ける方で、来年も多分、一般教養っていう試験は、担当はまだ続いていると思いますので、もし予備試験目指している方で、一般教養の担当の問題を、まだ見てない方は、一度目を通していただくといいと思います。あそこで何点ぐらい取れるかで大きく担当合格の戦略はやっぱ変わってくるんですよね。うん、で、その相談とかもしご希望があれば乗りますので、これはやっぱり一般教養の担当にもやっぱ戦略はあるんですけども、まあそれはもちろん一般教養の担当を受ける人にしか、該当しないことなので、それは別にこの入門講座でそんな説明はしませんけども、もし普通に過去問解いててこの問題分かりませんとかだったら、私結構一般教養の担当は得意科目だったので、まあ、場合によってはアドバイス、こういうふうに解けるんじゃないかってアドバイスできると思います。うん、こんな感じです。だからもうご自由に質問にしに来ていただいて問題ないですよっていう話です。ではですね。まあ、そういう私の講義っていうのをちょっと体験していただくっていうのも込みで、もう一つ別のちょっとレジュメを使って、ご説明差し上げたいかなと思います。で、まずはですね、こちらに、まあ、さっきも軽く説明したんですけども、法律学習の上で大事なこと、まあ、これはあくまで司法試験のっていう意味ですね。司法試験の法律学習で大切なことなんですけども、
まず高校までの勉強法と司法試験の勉強法もやっぱり大きく意識を変えないとなかなか効率よく勉強はできないと思います。で、高校までの勉強っていうのは、高校で使ってる教科書、あれってもうそのまま大学入試とかは結構意識して作られてるんですよ。普通に高校の英語の教科書に出てくる英単語っていうのは大学受験によく出る英単語で作られてるし、高校の教科書、数学の教科書っていうのは当然ながら例題とかついてて、あの例題は大学受験ですごく役立つ例題がたくさんついてるわけです。だから教科書を勉強すれば自然と試験問題も解けるようになるんですが、大学で、使ってる法律の教科書っていうのは、これは必ずしも試験問題を意識して作られてはいません。まあ、言い切ると語弊があるかもしれませんけども、一般論としてはそういう本が私は多いというふうに感じてます。なので、教科書を勉強しても、極端な話、教科書の書いてあること一言一句全部覚えたとしても、それで必ずしも司法試験が解けるとは限りません。なので、教科書の学習とは別で、試験問題の解き方っていうのを学ぶ必要があります。で、具体的に試験問題では2種類ありますよね。単答式試験と論文式試験。さっきも言ったように、単答式試験っていうのは、基本的に条文と判例の知識があれば解けるようになってますので、条文の判例の知識があれば、これコツとか関係なく解けるんですよ。だから、ひたすら独学でも効率的な勉強はできます。で、単答合格を目指している人は、単答の過去問をとにかくいっぱいやれば、それが最も効率のいい勉強法になります。で、どの段階で過去問に手を伸ばすのがベストかというと、まあ、ある程度その科目の基礎的な法律概念が身につけば、もうそこから担当の過去問をガンガン解いていっても問題ないです。もう少し具体的に言うと、実際の過去問の問題を読んで答えが分からなくても、問題文で聞かれていることの意味が分かれば、もう担当をどんどん解いても大丈夫です。逆に意味すら分からない。留置権の問題が出たら、留置権ってなんだっけってなる人は、それは一から法律の勉強をスタートしてください。ただし、留置権の意味分かると。あ、でも留置権の判例とか細かく押さえてないから、こういう聞かれ方すると分かんないなっていう人は、もう担当の問題をやって、で、答えが分からなくても、こういうの知らないなっていうのをこう確認した後に解説を読んで、あ、こういう判例があるのか、あ、こういう条文があるのかっていうふうに、一個一個の問題で吸収していけば、まあ、そこで書いてある解説の言ってる意味が分かれば、またどん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 過去問やれば、これはいつの間にか合格ラインに届くはずです。まあ、もちろん、予備試験の場合は、一般教養で、例えば、極端な話、まあ、20点ぐらいしか取れないってなると、それはちょっと、話が変わってくるかもしれませんけども、だからそことの点数の、トータルの点数なのでね。まあ、でも、普通に考えれば、十分、合格できる水準には、過去問さえ繰り返せばなります。で、問題は論文式試験なんですね。これは単に条文や判例の知識があれば解けるってわけではありません。それだったら私はその時受けた刑法の問題で F なんか取らずに A が取れてたんですよ。で、逆に、なぜか民法が A だったんですよね。知識ないのに。これは、つまり、まあ、今から考えると、結局、まあ、問題文をしっかり分析する、問題文に向き合うっていうことがまず大事になってくるんですけど、つまり問題文に書いてある事実をちゃんと取り上げて、そこから、まあ、どういうところがこの問題って悩ましいのかとかっていう、そういうのをちゃんと、答案を採点している人に伝わるようなね、書き方ができればいいんですけども、私は民法の問題、その問題文の論点の知識がなかったから、しょうがなく問題文を、なんかこう、苦し紛れに、なんか抜き出して、なんかそう、ちょっと、ここが難しいなってことを、それを書くぐらいはまあできるじゃないですか。変な話、知識なくても。で、そっから先の知識はあんまりなかったんだけど、一応まあそれはするじゃないですか。しょうがなく。そこに点数が振られてたんですよね、実はね。一方で、刑法の問題は、正直もう、あ、この論点、これが結論なんだって、スパスパわかるから、なんかあんまりそんなことをぐだぐだ書かずに、なんか、ちゃんと、手順を踏まずになんかその結論部分をスパスパって書いちゃったせいで、あまりいい点来なかったのかなと思います。で、そういうふうに採点のメカニズムですね。やっぱ知る必要があると。で、メカニズムを知るまでは効率的な学習が困難っていうのはどういうことかっていうと、単純に試験でメカニズムを知ってれば役立つっていうだけじゃなくて、メカニズムを知っておくと、毎日の勉強の時点で一気にその学習効率が深まるんですよ。さっき言ったこの試験問題を意識して作られていない教科書なんだけども、それを自分自身が試験問題を意識した読み方ができるようになるんですね。
つまり、ここに書いてあるこういう判例とかこういう学説っていうのは、問題文がこういう聞かれ方をしたときには、ここに触れたら点数来るだろうな。そうじゃなければ、ここまで書く必要ないなとか、書いてあること、教科書に書いてあることが、全部、なんかその、同じ、重点というか、同じ濃度で読む必要がなくなるんですよ。ここはこういう時に使える知識。ここはあんま使うことないな。ここはこういう角度で聞かれたらこれ使えるなっていうふうに、こういう時にこう使おうっていうふうに、一個一個具体的な、答案で使う時にどうするかっていうのを意識した読み方が、教科書とか判例100選とか読む時にできるようになってくる。いうのがメリットとしてあります。それは私は自分の講義の中では、皆さんが私の講義聞き終わったら、1年で講義自体終わりますけども、その後独学で勉強するときにも必ず役に立つような、こう状態に、できればいいなと思って、そういう講義を意識してやってます。では、最後にですね、じゃあ実際に私さっきね、このパンフレットでお見せしたように、ほら、法学部定期試験レベルから論文の書き方を伝授って言ってるように、じゃあ実際じゃあどんな問題をね、入門講座で扱ってるのかっていうのを、ちょっとお見せできればなと思います。これは、私が今年の、刑法の、入門講座の中で実際に扱った、問題です。これ私オリジナルで作りました。どんな事例かをちょっと見ていきたいと思います。ちなみに別に刑法の知識がなくても大丈夫なように説明をするので。こんな問題を作りました。A 社に勤務する甲は、ある夜、A 社の営業所の事務室内で一人で残業し、ボール紙のそばに火鉢を置き、多量の、木炭をついで暖を取っていた。その後、甲は大量の炭火の始末をしないまま事務室を出て、公務室でうたた寝をしたが、1時間ほどして目が覚めて、公務室に戻ってきたところ、炭火の加熱からボール箱に引火しているのを発見した。室内には消火器が設置してあったが、甲は自分の失格の発覚を恐れて、営業所が全焼しても仕方がないと思いつつ、消火をせずにその場を立ち去った。そのため、火勢は拡大し、営業所は全焼した。なお、A 社の営業所には、営業所は現に人が居住に使用していない建造物とする。住居かな。現に人が、住居に使用していない建造物とする。甲の在籍を論じるということで、基本的な刑法は公示する形式が多いですね。で、まず、甲の在籍を論じろっていうのは、甲に何罪が成立するかっていう問題です。で、これ甲さんのせいで、事務所が燃えちゃってきましたね。だから、放火系の犯罪なんだろうなと思うかもしれないですね。で、一応、参考条文ここに挙げているように、この条文はこの問題で使います。放火して、現に人が、住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物、戦艦、または鉄鋼を焼損したものが、2年以上の有期懲役に処すると。で、ちなみにこれ、実際の問題文にこんなことももちろん書いてくれてませんからね。それは自分で探すんですけども、私はこれは、レジュメのレイアウトとして付けました。で、フラットに見て、まず、この犯罪が成立するんだなっていうのは、いいとして、皆さんだったら、まず最初のポイント、ここです。ざっくり犯罪が成立するっていうだけじゃダメなんですよ。刑法の答案って。まず、どの行為に犯罪が成立するか。行為から見ます。つまり、人にこの犯罪じゃなくて、この人のこの行為にこの犯罪です。じゃあ、皆さんだったら、この行為の中の、この問題文の中の、どの行為に犯罪成立させますかっていうところをまず考えなきゃいけないんですね。で、まず残業してましたね。火鉢を置いて暖を取っていた。これまだ犯罪成立してませんね。その後、甲は大量の炭火の始末をしないまま事務室を出て、公務室でうたた寝。この辺ちょっと怪しくなってきましたね。で、1時間ほどしてから目が覚めて戻ってきたところ、そこで引火しているのを発見した。発見することに犯罪が成立することはないでしょうね。発見というのは別に犯罪でも何でもないから。見つけた。この後ですね、消火器が設置してあったが、甲は自分の失策の発覚を恐れて営業所が全焼しても仕方がないと思いつつ消火せずそのままから立ち去った。立ち去りましたね。そのため、営業所は全部燃えちゃった。どこの行為を犯罪と取り上げるのがこの問題では一番いいでしょう。 おそらく、2つの意見があるのかな。1つは、これ。火を始末しないまま、うたた寝したことじゃないですか。もう一つはこれ。火を消さずに立ち去ったことじゃないですか。
まあ、確かに、それぞれ、まあ悪いことしませんということですけども、より悪いことしているのはどっちかというと、これ、ね、より悪いことです。大事なのは、より悪いこと。重い犯罪が成立するんだったら、その行為を抜け出すべきです。そうすると、こっちなんです、実は。というのも、うたた寝した時点だと、別にこの人って、別に営業所が燃えてしまうかどうかって気にしてないんですよね。そういうのを故意って言うんですけど、犯罪でね、故意。故意がなければ、故意犯って成立しないんですよね。基本的に。だからこの人って別に、もう、燃えていいやと思ってうたた寝したら別です。燃えていいやと思ってうたた寝したら、それはダメなんだけども、燃えていいやと思ってないです。うっかり寝ちゃっただけ。だから、これは故意犯が成立しないんですよ。で、問題ここです。これってもう自分が立ち去ったら燃えるってわかるじゃないですか。燃えるってわかってるのに立ち去ってるから、これは故意犯が成立するんですよ。で、し得るんですよ。だから、この行為です。この行為を取り上げます。なので、答案例の最初はこうなります。頬が炭火の加熱からボール箱に引火しているのを発見しつつ消火しないまま立ち去った行為に、非現状、現住建造物等放火罪が成立しないか。はい、これです。ここからスタート。で、まず、どの行為かを特定しなきゃダメなんですよ。もうこれができる、できないで、1行目からね、もうこの受験生できるか、できないなっていうのがもう分かれてるんですね。立ち去った行為なんです。ここで犯罪の検討をするのは。で、その、まあ、該当するのはこれなんですね。で、放火して、まあ、燃やしたら2年以上です。で、何を燃やすかで、放火罪っていろいろ分かれてるんだけども、ここはここに問題文に、現に人が、居住に使用してない建造物って書いてるから、まあ、その現に人がいない、これね、現に人が使用せずって書いてる、これを使えばいいんですけど、で、これを燃やしたから、この犯罪使えないかっていうふうに考えます。で、まず出発点として、これ、まあ、刑法を少しでも勉強したことがあれば、もし、わかるかもしれないんですけども、刑法って、構成要件、違法、責任という順番で検討するんですね。構成要件、違法、責任。で、別にその言葉は今知らなくてもいいです。で、しかも、構成要件の中でも、実行行為、結果、因果関係、行為。実行行為、結果、因果関係、行為。っていうふうに、見ていくんですよ。なんで、要するに、一番最初に検討するのは、実行行為っていうものなんですね。で、これは別に今知らなくていいです。まあ、実行行為。つまり、人殺すんだったら、人の体にナイフを刺す行為ですね。で、これが殺人の行為と言えるかみたいなところからスタートするので、ここでは、実行行為って要するに放火してって書いてるじゃないですか、条文にね。だから、この人って放火したのっていうところからスタートです。そもそも、放火してなければ、いくら焼損しても、放火してなければ、これやってない人に犯罪が成立することはないんですよ。で、ここでみんな、は何を思うかというと、この人立ち去っただけだよね。で、放火ってイメージ、自分でなんかライターとかでバーって火をつける行為じゃないですか。じゃあこれ放火してるのかどうかっていうところが、まあ、この問題の一番大事なところなんですね。で、じゃあ放火したと言えるかについて検討する。で、まず、ここ線引いてあるのは、これって、まずね、ここが最初の大きなポイントで、放火とは目的物の焼損を邪気する行為を言うって書いてますね。で、こういうのを何ていうかっていうと、定義と言います。刑法は特に条文に放火とか、まあ、そういうふうにこういう表現書いていれば、その言葉の定義、つまり放火ってもう皆さん日本語としてイメージあると思うんだけども、それを学術的にさらに詳しく説明したものがあって、それを実は司法試験の論文を受ける人は覚えなきゃいけないんですね。で、覚えてそれを書けば、そこにまず点数がきます。だから、点数のメカニズムとして、まず事前に覚えてそれを書いていれば点数が取れるというパートがあるわけですね。それが代表的なのは定義です。これは定義を書くんです。これはもう絶対に書くんですね。書けばそのまま点数来るはずですから、これは。なんで書けます？で、これは事前に覚えてなきゃいけません。放火とは目的物の焼損を弱させる行為を言うと。ここで言うと目的物っていうのが、営業所ですね。営業所が燃えちゃうようなことって、要するにそういうことです。営業所が燃えてしまうようなことを放火というわけです。でもそれはちゃんと、学者とかが、示している定義というのを覚えなきゃいけないんですね。まずここで、まず私だったら定義変えて、一旦一足、あ、これで定義の点数通れたと思います。はい、続いて。で、ここでさらに深く入っていく。じゃあ、この人って放火してますか？目的物の焼損を弱させる行為してますかって話。で、こういうのを問題提起と言います。はい、こうは自ら火をつけたわけではなく、その場から立ち去ったに過ぎないが、このような不作為が、ここね、キーワード、これ不作為です。
作為が自己行為たり得るか。こういうのを問題提起と言いますね。つまり、普通、放火って言ったら、自分で火をつけるという作為ですよね。こう、何か行動に出ることを言うんだけども、これって、別に、自分、立ち去った行為に放火が成立しないかって言ってるんです、これ。つまり、自分で火をつけてないんです。だから不作為なんですよ。これを実行行為になるかっていう、そういう論点。で、自分は、あ、ここが論点っていうのが分かってるんですよってアピールとして問題提起をするんですね。これってだから問題提起で点数を取るってどういうことかっていうと、問題提起の中には、まあ、点数につながる問題提起と点数につながらない問題提起の2つがあると私は考えています。で、点数につながる問題提起っていうのは、この論点っていうのはどういうところが問題になってるからここが論点になってるんだっていうことを、まず論点になっている意味を理解してるかどうかっていうのが、大事なんですよ。で、それはなんでかっていうと、この問題の場合、もともと一般的には自分から火をつけるっていう、こういうの作為犯っていうんですけど、作為犯を想定して条文作ってるのに、この人は自分から火つけてないんですね。作為なんですね。不作為なのに作為犯の条文を適用していいのか。ここが論点なので、私はそこが理解できてますよ。つまり、不作為でも実行行為になるかっていうところが論点の中心ですねっていうのが、わかるような問題提起をするべきなんですよ。それができてれば問題提起に点数がつくんですよ。だからそういうふうに不作為っていうキーワードを入れてるわけです。その後に、じゃあ、問題提起ができれば、ここからは論点って言って、まあ、司法試験の論文を受ける人だったら、全員が聞いたことある論証ってやつですね。論証。これは、この波線引いてるところは全部論証です。で、これは、波線引いてるのはどういう意味かっていうと、基本的には事前に覚えるパートです。覚えたことをそのまま書くパートです。これで点数きます。実行行為とは、構成要件で結果発生の現実的危険を有する行為であるが、不作為でも構成要件で結果を発生させることは可能であるから、不作為も実行行為となり得る。しかし、自由保障の観点から不作為による実行行為性が認められる範囲を限定する必要があると。そこで、不作為と構成要件的同化性が認められる場合に限るべきであり、具体的には不作為義務の存在と不作為の可能性容易性を要すると。もちろん、まだこの論点勉強してない人はここ読んでも何のこっちゃわかんないですよね。それはそれで構いません。最終的にはこの論点で言っている言葉の意味が分かって、覚えて、どういう時に使うか分かれば、まあ、それで OK。で、まあ、簡単に説明をすると、まず実行行為という概念があってね。これっていうのは、ここに書いてるのは実行行為の定義なんですね。これはこれで独自で覚えます。この論点関係なく、実行行為の定義は独自で覚えておくんですけど、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為。どういう意味かっていうと、構成要件っていうのは、この犯罪、構成要件的結果っていうのは、この犯罪で言うと、燃えてしまうっていう、ここのことです。焼損。火をつけて建物が燃えちゃう、燃えてしまうという結果が発生する危険な、そういう危険性を含んだ行為を実行行為と呼んでいるわけですね。そう。だから、もっとわかりやすく言うと、殺人の実行行為っていうのをめっちゃわかりやすく言うと、人が死ぬような危ないことです。つまり、危ないこと、危険性ね。危ないこと。で、構成要件的結果っていうのが殺人だったら人が死ぬってことでしょ。そういうことをしたら、殺人の実行行為ですよってこと。で、これは不作為でも発生させることができるんです。つまり、あなたが何かをしないことによって、建物が燃えてしまうとか、殺人だったら人が死ぬとかっていう、そういうケースがあるんですよ。殺人でよく出るのは、自分の子供が川に溺れてるのを見て、見殺しにする親とかですね。まあもうそこに見殺しってこと、日本語があるように、見るだけで殺すってことは、想定されてるわけですね。うん。助けないということで殺すっていうことなんだけども、そういうのも一応、あり得るから、だから、不作為も実行行為になるんですよ。じゃあ、で、これ大事です。これはね、この一言を入れるか入れないかっていうところが、私も、この、なんていうのかな、皆さん考えてほしいところなんですけども、要するに、変数がつくメカニズムっていうのを説明しましたよね。つまり、私当然、点数を少しでも多く取れるようにこの問題を作って、答案を作ってるんですけども、じゃこの一言って点数関係あるのかって話なんです。つまり、じゃあ確かに不作為っていうのも犯罪になり、売りますと。
わかりました。人を見殺しにするのは犯罪かもしれません。でも例えばね、それは親が自分の子供を見殺しにするのは犯罪でいいけども、他の人が溺れてるのを見て、それ助けるの躊躇したから、それで殺人って言われたらたまったものじゃないじゃないですか。そうなんですよね。うん。つまりなので、不作為を何でもかんでも、殺人とか犯罪にするのは良くない。もちろん、あなたが突き落としたんだったら、その突き落とす行為が殺人罪になりますけども、人が事故で溺れてるのを見て助けなかっただけで殺人は重すぎるから、だから、不作為による実行行為性が認められる範囲を限定しなきゃいけないんですね。限定はかけます。じゃあ、なんで限定かけないかいけないかっていうと、自由保障っていうのをしなきゃいけないからなんですよ。つまり、刑法っていうのは、二つの、役割があって、一つは、もちろん悪いことをした人を処罰するっていう役割ですね。もう一つは、刑法に書いてあることをしなければ処罰されないっていう役割があるんですよ。こういうのを自由保障って言います。詳しくは、罪刑法定主義っていう論点というかね、そういう名前を聞いたことある人はそこで勉強したと思うんですけども、つまり、刑法っていうのは根本的に悪いことをした人を処罰するっていうのと、刑法に書いてあることであれ、書いてないことであれば、つまり犯罪でなければ自由にやってください。犯罪でないことはやっても国は処罰しませんよっていう二つの機能があるわけです。それを自由保障と言います。で、不作違反を、何でもかんでも殺人とか犯罪にしちゃうと、自由保障っていう役割が、果たせなくなるんですよ。いや、そんなことまで犯罪になると思ってなかった。つまり、犯罪にならないということが分かってるから、我々は自由に行動できるわけなので、それが一気にできなくなる。なので、そういう観点から、不作為による自己行為を認める範囲を限定しなきゃいけないんですね。で、今言ったことって、口で説明したら結構長くなっちゃったじゃないですか。そんな長いことを答案に書いてもコスパ悪いです。そこに配点されてる点数って多分せいぜい1点とか2点、多くて2点とかです。まあ多分1点だと思います。なんだけども、じゃあそれをできるだけ短い言葉で書けたら時間も余るし、楽だし、覚えやすいしいいじゃないですか。でも少なくとも配点されてる可能性は高いと思うんです。今言った私の理由ってね。なので、それをいかに短い言葉で確実に点数取るかっていう観点から私は、じゃあこれがちょうどいいんじゃないかと思ってるんですね。なんで範囲を限定するかっていうと、刑法の自由保障、それをちゃんと守るためですと。で、この一言を書くことで、私はここにこれを書く、つまりこれを書いてない答案と書いた答案だと、私はこれを書いてあれば1点プラスでもらえるだろうと思って作ってるわけです、この表現をね。これで点数のつくメカニズム分かりました？うん、でこれはもちろん細かい採点基準は公表されてないから分からないんですよ。だから私の自分で分析して私が予想してるだけなので、信じるか信じないかはもう本当に皆さん次第なんですけども、まあ、少なくとも書いて限定されることはないんでね。だからこういうふうにこの部分っていうのを覚えるというかね、は加えてるわけです。で、あとはさっき説明した通り範囲を限定する。で、ここから先はね、全員が覚えることです。はい。これ一番大事なゾーン。そこで、作為と構成要件的同化性が認められる場合、つまり、自分から燃やしに行ったのと同じぐらい悪いよねっていう場合ってことに、要するにね。うん。ただただ、放っておくっていう行為が自分で火をつけたのと同じくらい悪い場合には、それを実行行為としましょうよ。で、じゃあその具体的にこの二つなんですね。まず、作為義務の存在と作為の可能性要請。これがあるのに、やらなかった人は、それは犯罪でいいんじゃないか。自分の子供が溺れている場合、親っていうのは子供を助ける義務があるよね、と。しかも、川に溺れている子供を、まあ、親が、自分が泳げるんだったらね、泳げるんだったら、それは簡単に助けることができますよね。なのに助けなかったのは犯罪ですよっていうふうに、この二つをね、要件にします。で、これは事前に覚えてください。で、この二つがあるかどうかを見ていきます。はい。で、本件では、こうは、ボール箱のそばに木製火鉢を置き、多量の、木炭を吸いだ後、多量の炭火の始末をしないまま、その場を離れ1時間をただ寝している。ボール箱という可燃性のもののそばに火元を置いたまま、長時間目を離すという行為により、自ら焼損の原因を作出している。またその場にはこう一人であり、排他的支配性も認められる。よって作為義務が認められる。はい。まず、1番と2番、両方とも認定していかなきゃいけないから、1番から認定します。で、大事なのは、こう、ね、まず問題提起したら、最初に書くのが、こういうの規範って言うんですよ。
これは事前に覚えておくんですね。で、規範、大事なのは規範のところでは、問題文に書いてある具体的な事実は使いません。この表現をなんかこの中に混ぜて書いてる人は、これも本当要注意です。これ点数来なくなっちゃいますよって話です。それは法律の作法として、間違いです。で、規範書いたら、こっから先が、いわゆる当てはめなんですね。当てはめ。で、こっから先は、問題文に書いてある事実をどんどん使ってください。で、使ってもらうために問題文書いてますから、出題者は。だから、ここはちゃんとまずメカニズムを知るってこういうことです。問題文に書いてある事実を、なんかさ、聞いたことある人も多いと思うんですよ。問題文に書いてある事実をたくさん使えば点数来るよみたいなこと。それは確かにその通りなんだけども、使う場所と使い方、これで上手下手が分かれてきますから、まずは当てはめのところまでちゃんときっちりお膳立てして、こっから使うんです。で、こっからどんどん使ってください。まず、これで言うとね、いっぱい点数が、ある場所ありますよ。一人。これも絶対ね、絶対これ指摘しなきゃいけませんね。あとは、多量の木炭とか。あとこれ、ボール箱とかね。そう。まあ、1時間とかもそうかな。この辺の要素。つまり、この辺の要素を、なんか、ただの状況説明だなと思って読み飛ばす人はもう、それはもう司法試験の勉強というか、司法試験の、点数の取り方が分かってないということになっちゃいます。この辺の事実を、あ、これ問題の答案で使えるなってことで、もう読んでる段階から慣れてきたら、あ、一人ね、はいはい、使うだろうな。あ、ボール箱ね、はいはいってこと。なんでボール箱っていう書いてるだけで、ボール箱って多分段ボールのことなんでしょうけども、大事かっていうと、まあこれ私実体験なんですけど、自分が刑法 F だった時に、それ放火の問題だったんですよ。で、その時に、結構やっぱ放火の問題ってね、家とかに火つけるじゃないですか。そういう時って、その火をつける対象の、材質とかが書いてある音が多いんですよ。木製だとか、ね。で、それって放火だからなんですよ。強盗殺人とかするときに木製の家に侵入しとかって普通わざわざ書かないですよ。で、そこを、あ、ただの木製だなって思って読み飛ばしちゃったらもうもったいなくて、わざわざ木製って材質を書いてあるってことは、これが点数に、採点基準に影響を与えてるんじゃないかっていうふうに気づけなきゃいけないんですね。私は気づけなかったのかな、その時多分。なんかあんまり、もちろん、そんな、はっきり覚えてないですけど、多分気づけなかったと思うんですよね。そういう訓練してなかったから。やっぱ訓練してたら気づけるんですよ。ここはボール紙。あ、ボール箱。段ボールなんだ。あれって燃えやすいよね。これ多分どっかで使えるんじゃないかっていうところをちゃんと意識して、この辺の要素を使う。で、抜き出すわけですね。はい。ここね。まあね。だからボール箱だとか、多量の木炭とか書いてますね。で、1時間とか書いてますね。はい。こういう要素ちゃんと入れます。で、ここで、青は事実です。で、問題文の事実を抜き出すだけでも点数くるんだけども、これプラス、ここから大事です。その事実に評価、つまり、この当てはめのところで大事なのは、事実を書いたら、評価をするってことです。で、これでまた点数きます。事実を書いて評価をする。で、どういう意味か言いますね。つまり、ボール箱って、どんな素材ですかっていうと、これです。可燃性です。可燃性。これが大事。可燃性って一言書くんで、そんな当たり前の説明ってわざわざ書かずに、時間ないからそんなこと書かないでも次行っちゃえって思う人もいると思うんですけども、それはもったいない。点数来る可能性非常に高いですから。あとは、大量の木炭も、まあ一応こういうの、まあ、火元ですよね、こういうのね。火元。あとは1時間っていうのは長時間ですよね。こういうふうに、こういうふうに、青で書いた事実に対して緑で評価を加える。こういうふうにすると、どんどん点数くるんですよ。だから知ってる人はそれを意識して書くんですよ。で、知らない人はなんか、その意識せずに書いちゃうから、そこで点数に大きな差がつくんですね。で、最後にこれを全部トータルすると、こういう、これはもう大きな評価ですね。
一個一個の事実を全部評価すると、この人って自分で、つまり自分でボール箱のそばに火元を置いて1時間も放置したんでしょ？それってあなたが燃えちゃう原因作ってますよね。この、で、これって誰でもわかるじゃないですか。つまり、この事実読めば、あ、こいつのせいで燃えてるよね、と。誰でもわかることをいかに点数の来る表現で書けるかっていう、そういう世界なんですよ。なので、この、自ら焦燥の源を作出しているっていうふうにまとめます。で、もう一つ大事な要素があります。もう一つは、さっき言った一人。はい、一人っていうのはどういうことかっていうと、これはもうね、この不作為の、論点ではよく使う話なんですけども、排他的支配性です。一人だったら、あなたしかその場で消せる人いませんよね、と。あなたが消さなきゃ誰が消すんですかってことです。で、これはちゃんと書いてあります。つまり、この自分で原因を作って、しかもあなたしか消せないよってなったら、じゃあ結論として、作為義務はあるでしょうよ。うん、このステップですね。この、ステップをちゃんと、ここに一個一個点数があると思ってくださいね。うん、自分で原因を作ってるってことをちゃんと書いてある。で、自分しかいないから、排他的支配性があるってことをちゃんと書いてある。じゃあ、作為義務があるねってことを、その、つまり、こういう事実を、これを導くための材料として使うんですよ。ただ事実を抜き出すんじゃなくて、何を導くために、どの事実をどう評価して使うか。これがコツですね。いい点数を取るね。続いて、次の、論点は、論点じゃ、次の認定は、この作為義務です。あ、作為の可能性、容易性ですね。これも簡単でしょう。だって、この事実です。この事実、この問題を見て、この事実を読んだときに何も感じなかったっていう人は、それはまだね、司法試験の、勉強が、十分進んでない。まあ、少なくとも、点数を取るメカニズムの勉強が十分進んでないという一つの証拠というか、ことだと思うんですよ。まあ、こんなのね、わざわざ、こんな、なんていうの、状況設定を付け加えてるんだから、出題者がわざわざ状況設定を足し算してるときっていうのは、そこに、大きな意味があると考えた方が自然です。わざわざ書いてなくても問題文作れるのに、わざわざ消火器設置って、わざわざ書き足してる感満載じゃないですか。こういうのに目をつけるべきなんですね。で、当然これは、どこで使うかっていうと、作為の可能性要請です。はい、なので、消火器設置してあるよね。事実を抜き出して、ね、青が事実ですね。で、緑が、評価なので、それを使えばボール紙を容易に消火できた。はい。よって結論、核の容易。はい。これもあるよと。こんな感じです。よって以上より、で、当てはめが終わって、ここかな。で、ここから、ここが結論ですね。だから、これ、問題提起で、不作為が実行行為となるかっていう問題提起したでしょ。それに対して、規範書いたよね。当てはめしたよね。で、最後、この問題提起の結論をちゃんと書く。以上より、項が消化しなかった不作為は実行行為になり得る。この、ここと、ここ対応させるんですね。うまい、答案っていうのは、こういう構造になってるんですよ。そして、甲がその場から立ち去り、ボール紙に引火したまま放置したことにより、営業所の焼損を、で、あとは、この定義ですね。目的物の焼損を弱させるという定義がなきゃいけないから、実行行為となるっていうのは確認したけども、ちゃんとこの放火の定義に当てはまっているかも最後に確認しておくと、それで、まあ、当然、営業所の焼損を弱させているから、この定義、放火の定義に当てはまってますねってことで、放火したと言えると。で、こういうふうに、今ので、刑法の答案って、まず、実行行為、見ます。で、実行行為見たら、次に見るの結果なんですね。うん、一応、だから、この答案をもうちょっと詳しく分析すると、ここが導入なんですよ。導入。で、ここが、実行行為パートね。
1で導入。で、この導入のところでも本当に、どういう行為、どういう犯罪が成立するかどうかを検討するってことをちゃんと明示するのが大事で、ここで何の行為を抜き出すかでも、その時点でこの受験生勉強してるしてないなっていうのは結構分かることが多いぐらい、導入は、あんまり舐めないでほしいなっていうパートです。で、もちろん実行行為からいきますね。で、実行行為認定しました。そうすると、次は3つ目、結果です。これ結果。刑法は基本こういう順番で書きます。結果。で結果っていうのはさっき条文で書いてあったように、焼損したもの。焼損した。これ結果ですね。でも放火し、火をつけようとしたけども、燃えなかった場合って結果発生してないよね。耐熱性のさ、なんていうの素材でできてるから全然燃えませんでしたって言ったら結果が発生してないから、ちゃんと結果も見るんですよ。あくまで自己行為は、焼損を弱気させる。引き起こすっていうことだから、実際に引き起こされて燃えたかどうかはまた別だからね。結果はどうなのかっていうと、まず A っていうのは、A じゃないや、A 社の営業所は、問題文に書いてあった通り、現に人が、住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物ですねと。で、また、焼損、これもね、この、またこれ定義です。だからこれは事前に覚えてください。はい、焼損というのは定義があります。覚えて書けば、基本的には、点数が来る可能性が非常に高いので、覚えて書くと。焼損とは、火が媒介物を離れ、目的物に移り、独立して燃焼作用を継続する状態に達したことを言う。これ定義です。どういうことかっていうと、なんかそのバーベキューとかで火をつけようとした経験がある人はわかると思うんだけど、火ってなかなかついたと思っても消えたりするじゃないですか。それがもう安定して、火が燃え続ける状態になる、これで、お肉焼けるわってなるじゃないですか。その状態になってるかってことです。わかりやすくね。ちゃんと独立して、火種から独立して、火種っていうことが合ってるのかな。なんかどれでもライターとか、思いついたら当たり前だけど、ライターからちゃんとその建物に移って、独立して、そのライターでも油なくても、それ独自で燃え続ける状態に達したら、焼損って言います。で、ここはね、どこ、じゃあ、その焼損したかどうかの事実をどこで切り抜くかっていうと、ここだよね。これ。ここもね、ちゃんと、これ、焼損の事例って使えるなって、ただ、燃えちゃったんだと終わるんじゃなくて、ごめん、ここじゃないや。ここ仕方ないの思いつつか。ここか、ここだね。このあたり、この辺も書いてもいいかもしれないけど、ここさえ出せれば十分かな。全焼したんでしょ。どう考えても燃え続けてましたよねってことが言えるから、この事実をちゃんと書くと。はい。このワードね、ちゃんと問題文のワードを引っ張って、もうね、全焼したんだから。これはさすがにね、もう僕、緑とか別に書かなくてもいいと思うので、全焼とは何じゃとか、別に評価しなくてもいいと思うんで、これ独立して、もう、さっきの定義に当てはまってるよねっていうことで、結論を焼損したって感じ。で、これ結果も言えました。で、結果言えたら次に、因果関係言うんですよ。はい、これが因果関係。で、つまり、その人の行為のせいで、燃えたのか。これ、この問題だと因果関係なんて明らかにあるから、検討する、検討してもピンとこないと思うんだけども、因果関係が問題になるケースっていうのは、たくさん刑法の問題ではあります。つまり、自分が あいつを殺そうと思ってナイフで刺しましたと。で、そのナイフで刺された人間が逃げようとして、バーってその走っていったら、赤信号なのに走っていっちゃって、車にひかれて死にました。さあ、因果関係どうですかって。だから結果は発生してるんですよ。人を刺すっていう実行行為があって、その人が最終的に死んでるから結果も発生してるんだけども、でも、あなたがナイフで刺したから死んだのか、車で轢かれたから死んだのかっていう、理由というか因果関係が問題になるってケースはあるんですが、この問題では特に問題になりませんね。甲が消化しなかったために、ボール紙の火星が拡大して、英語詞が焼損しており、甲が消化すれば、この辺はでも、ちょっとコツがあるのは、実はね、これ、一応、これはこれで、今回、不作為じゃないですか。なんで、これ、不作為の因果関係って、こういう認定の仕方するんですよ。これは覚えてないとできないと思います。ここでも点数あるんですよ、実は。項が消化すれば、焼損しなかったと言えることが、合理的な疑いを超える程度に確実と言え、因果関係も認められる。これって作為義務があったじゃないですか。作為義務何かっていうと、そこでちゃんと消化器で消化しろよっていう作為義務なんですね。でもさ、これ、これってだからすごい不思議なんだけど、この人ってさ、
1時間くらいうたた寝して、で、気づいたら、まだ消せるんだけども、逃げたじゃないですか。でもしこの人がさ、これ、もしだよ、3時間うたた寝して、あ、もうこれ消せないわってなってから逃げたときって、実は犯罪、少なくとも放火にはならないんですよ。だってもう消せないんだもん。そう。で、これはまだ消せるから、そこが大事なんですよ。だから、うたた寝が短かったせいで逆に犯罪になるっていうかわいそうな事例なんだけど。まあ、別に失火罪とかはまた別ですよ。過失犯はまた別ですけど、故意犯にはならないんですね。で、故意犯の方が重いですから、圧倒的に。犯罪としては。で、なんで、これはまだ、まだ消せるよね、ということなので、なので、だからこれは因果関係認められるとなります。最後に故意ですね。で、こういうのを、当たり前のこともちゃんと、丁寧に認定する。これ大事ね。因果関係とかさ、普通にちょっとしか勉ちょっとっていうか、まあ、少し勉強してる人だったら、どう考えても因果関係あるわと思って、雑にしか書かないかもしれないけど、それはそれでもったいないので、そこにもちゃんと、採点基準を解きながら予想して、因果関係確かに明らかに認められるけども、でも、もしかしたらこういうふうなところに採点基準があるんじゃないかって考える。これだったら、この不作為因果関係って論点があるわけだから、これちゃんと書く。で、恋も、まあ、一応簡単に書いてください。自らの行為及びその営業所が全焼する可能性、これは認識に引用していたから、認識によって行為のね、認定の時に使ったりするワードなんだけども、行為も認められるよね。で、最後結論ですね。よって非現住建造物等放火罪が認められるということになりました。で、このように私の講義の中ではもちろん、いきなりこの問題やりませんよ。そんな鬼みたいなことしませんので、ちゃんと事前にここで使う、これ、不作為の実行行為性という論点があるから、事前にこの論点を説明した後に、あ、じゃあ、この論点を使った、まあ、練習問題やってみましょうねということで、問題の中でね、こういうのを扱うこともあるんですよ。で、その時に、私はなんでそれを扱うかっていうと、別にこの論点をもっと詳しく説明したいっていうのはもちろんあるんだけども、それが主目的ではなくて、この時に私が問題文のどこをどう分析して、こういう答案を作ったか。その中で、どういう採点のメカニズム、つまり採点基準を意識して、問題を、答案を作ってるかっていうのを、これを私は講義の中で全科目通して何回も説明します。なので、自然に、今日1回だけだったんですけど、これ、もし、今までそういうふうに意識してなかった人は、結構、今日の講義だけでもですね、いろいろと勉強になっていってもらえたんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、こういうのを何回も何回もやるので、自然と私と同じレベルで、皆さんも採点のメカニズムを意識して、問題の答えを作ることができるようになるはずです、私の講義を受けると。で、それができるようになれば、あとはもう自分で、どんどん過去問を実際解いてみたり、教科書とか判例百選読むときだって、そういうのを意識しながら読めば、全く違った読み方ができるようになっているので、そういうのを、ちょっと勉強してみな、してみたいなと思う方は、ぜひ私の講座を受けていただけたらありがたいなと思います。はい、本日の概要は以上です。どうもありがとうございました。